はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、JFND オンデマンド研修ですね。あ、ちょっと ずれちゃってますね。はい、JFND のオンデマンド研修の、ためのビデオです。このビデオでは、彩りという、国際交流基金ですね、ジャパンファンデーションが開発した、教材について、説明をします。はい、まずですね、これは、ちょっとごめんなさいね。はい。おー、はい。邪魔だから消しちゃいましょうか。まあ、一応下の方出しとこうか。はい。まず一番大事なことは、この教材は、行動中心アプローチで作られているということです。で、行動中心アプローチだと、CAN DO っていうのはね、前に、その教材を作る前に CAN DO というのはなければいけませんが、それは、この JF 生活日本語 CAN DO というものです。で、これはですね、日本語を母語としない外国人が、例えば、特定技能などで来日する場合、日本に来る場合、日本での生活場面で求められる基礎的な日本語コミュニケーション力を CAN DO ステートメントで記述し、まあそういう、CAN DO ステートメントで記述したと、そういうものですね。これが JF 生活日本語 CAN DO です。はい。で、もう一つは、この JF 日本語教育スタンダードの基本的な理念として、この総合理解のための日本語というのがあります。ですから、この彩りももちろん、その総合理解のために日本語を勉強するという、そういう目的理念のもとに作られているわけですね。はい。で、レベルはですね、今3つあります。今っていうか、もうこれで、多分中級とか出ないと思います。私、すみません、この開発には関わってないので、確かではないですけど、でも多分、入門と初級1、初級2で終わりじゃないかなというふうに思っています。はい。すいません。これから中級出たらすいません。謝ります。はい。で、まあ今のところ3レベルあって、それでもう一つですね、とても他の教材とすごく違うところは、これ、無料でダウンロードできるっていうことなんですね。これは、公式サイトでですね、これは一括ダウンロードってあります。これはこの教科書全部を、最初のページから最後のページまでいっぺんにダウンロードするっていうのは、それが 158MB ぐらいですね。で、MP3、つまり音声ですね。声も、聴解のためのファイルもダウンロードすることができます。こちらでですね。で、これは一括なので全部で、いっぺんにダウンロードするんですけど、一つずつですね、トピック一つずつ、ダウンロードすることもできます。これも PDF と MP3 両方とも別々に、ダウンロードすることができるわけですね。あ、ちなみにこのトピックは、この入門編も、初級1も初級2も、第1課から第18課まであります。はい。それからですね、これもとても特徴的なことなんですけど、二次利用ができるっていうことですね。つまり、自分が作った彩りのスライドとか、教材とか動画などをインターネットで公開してもいいんです。これも公式サイトにこういうふうに書いてありますね。質問に対して、はい、というふうに、答えていますね。で、その結果ですね、もう本当に実際にいろんなスライドなんかが、インターネット上に共有されていますね。これは、氏家裕太さんって書いてありますね。氏家裕太さんっていう方が、パワーポイントをですね、もう作って、これ、共有しているわけです。これね、ここではこの1課とか2課しかないですけど、もっとこの後もずっと下の方につながっていて、それでたくさんの、スライドを見ることができます。これも36回も リツイートされていて、引用付きの、ツイートも、9個ありますね。もう非常に、注目されていると言っていいと思います。それからこちらは別に、Google フォームで自動採点の、そうね、Google フォームの宿題をですね、作った人もいます。もうこういうのもすごくたくさん出ていますので、ぜひ皆さん検索して、こういうのを探してみてください。それからいろんな言語で、翻訳もされていますね。中国語は簡体字と繁体字もありますし、モンゴル語、インドネシア語、クメール語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語というふうに、現在9カ国の言葉で、翻訳がされています。これはですね、多分特定技能のね、
ビザが出る国と関係しているんじゃないかなというふうに思いますね。で、ですから、例えばインドがですね、これから特定技能のビザが出るようになれば、ヒンディー語とか、そういうのも、ここに出てくるかもしれません。はい。出ないかもしれないけど。はい。で、その他にですね、これは、彩りオンライン、コースっていうのもあります。これはインターネットで、ちゃんとアカウントを作ってログインして、勉強する。そういうウェブサイトですね。これももちろん国際交流基金が、開発しています。で、これはですね、スマートフォンの Android 用に、この彩りプラクティスというのもあります。ちょっとだけ見てみたんですが、さっきのこの、彩りオンラインと ほとんど同じような、似ているような感じですね。はい。はい。で、これでこのビデオはおしまいですが、これはオンデマンド研修ですね。ライブ研修でやるときは、実際にですね、皆さんにこの教材をダウンロードしてもらって、この PDF と MP3 ですね。で、それを実際に見てもらって、それからオンラインコースの方にも参加してみたい、登録して参加してもらおうと思います。それから、その後で Q&A も、時間もありますね。ただ、私はこの彩りの、教材の開発には関わっていないので、あんまり細かいところまではちょっと分かっていないところもあります。特に、すごい最近のですね、アップデートとか、そういうのは見逃している可能性もあったりしますけどね。はい、それでよろしかったら、ぜひ、この JFND オンデマンド研修のライブ研修にもご参加ください。はい、それでは私からは以上です。そして冒険は続きます。